泣いちゃうの？え、超面白いじゃんお前。え、ちょっと待って、どういうこと？なんかこの二人合わねえな。もう一回誘われたら本当に行け、二人で。どうも、山里亮太のテラスハウス山チャンネル、33回目となりました。ね、ここではですね、まあ、本編の中で見ながら思ったこの腹立たしいことをですね、ここでぶちまけて帰るというこの山チャンネル、ちょっとね、怖いです。この怒りのマグマがですね、ちょっとこう、あんまたぎらんのですよね、最近。平和すぎて。でも、ここで何か起こりたい、何かあったっけなって思った時に、あったんですよ。一つマグマが煮えたぎるようなこの寺澤さん関係のことがね。それは先日ある番組で私前この寺澤住んでた菅谷哲也さん、まあ、通称哲、またの名は管理人とですね、仕事一緒することがありまして、それはまあ、あるスーパースターたちと戦う番組でしてね。で、僕と菅谷さんは、チーム千葉という括りで高橋英樹さんとですね、僕と哲と、一緒にですねスーパースター戦うという、そのテラスハウスの話になったんです。その時にまあ天の声的な感じの方が、でもね、なんか哲ちゃんテラスハウスの時なんか山ちゃんと結構いろいろ言われてバチバチ仲悪かったんだよねって言って、はい、そうなんですよみたいな。でもその大体放送僕らもみんな見てるんですよ。でみんなで言うんですよ、あいつまたお前の悪口言ってたなとかって言ったんです。わかります皆さん、あの野郎、いや、あの家に住んでたあの時期のあいつら、俺のことあいつって言ってたんですよさらっと言いましたけど、いやいや、ね、いや、皆さん思うかもしれない、何自分を棚に上げてと言うかもしれない、でも確実に奴らは俺をあいつと呼んでたんだなっていうのを分かって、しまったんでね、そこからですね、彼が美味しくなくなるようにですね、いろんなことをしてますんで、ぜひご覧ください、彼のエピソードの前後にもっとウケるエピソードを先に出すとかですね、まあ、編集でどっちを使うか、ね、全力で鉄板のネタをですね繰り広げたんで、よかったら見ていただけたらなと、ね、だからその姿を見て高橋英樹さんがですね、山ちゃん大人げないよって一言ですね、さあそんな中ですね、行きましょうか、このね前の話がこれだけ長いということは、いかに本編が平和だったかってことになっちゃうんですけども、まあね、ハヤトのね、僕ががっかりしてます。ハヤト君、僕の好きなハヤト君、僕が欲しかったハヤト君じゃないのよ。いつボストンバッグに入るか楽しみにしてたのに、もういいやつじゃん。ただの料理も作ってあげてね。でその時ね、衝撃的なセリフね、普通に作られた手作りの料理を見たリコちゃんのセリフね、私こういうの初めて見たっていうですね、それまで何を食べてたんだろうって悲しい事件もあったりとかしましたけども、まあもうなんか隼人君がどんどんなんかちょっと見慣れてきたのも手伝ってから、いいやつに見えてきちゃってね、もっとバカにしたかったです。正直がっかりです。でバカにできるきっかけが来るんですけどね、変なタイミングで泣くっていう、それももっとダサく泣いてくれないと怒りづらい、なんかこういい涙みたいになっちゃったんでね、夢を諦めたことに対する、ないな怒ることは。あとアーマンのプールの楽しみ方がわからないっていうところなんですけど、基本的にはトプンって使ってヌプンって出てくる、ゆっくりそれをやるっていうね、川で捨てられたボールみたいになってる感じでしたけど、皆さんコメントに、クレームはコメントにどうぞ。私今日は何も言うことがありません。今回あるか分かりません。来週事件が起きてくれたら来週こそは何か言います。今日はこれで、今日はこれで勘弁してください。誰か、ダメだ、もうない、何もない